皆さん、こんにちは。リピートコンサルタント、横田修林です。今日お伝えする話はこちら。リピーター作りの仕組み、100事例に入りきらなかった事例を一つ紹介したいと思います。この本の中では、リピートする仕組みについて10の切り口で解説していますが、今日お話しするのは、欠陥型というものについて考えてみたいと思います。欠陥型っていうのは、欠けている状態が人間はね、ちょっと気に入らないので、元の、満ちた状態に戻したいという人間心理があります。例えばこういったものも、入るんじゃないかなと思います。はい、すごい写真が出てきましたが、新潟県にあるラーメン屋さんでリピート率が高いと言われているラーメン屋さんの写真を、4つ並べていました。例えば、こちら、いわゆる二郎系と呼ばれるラーメンですね。非常に量が多いというものありますよね。あとは、右上のようなのは、すごい辛いラーメン屋さんとか、例えばね、もうぐつ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 って、すごい熱いラーメン屋さんとか、もうチャーシューがいっぱい乗ってるっていうラーメン屋さん。こういったラーメン屋さんっていうのは、インパクトがすごくありますので、禁断症状が出るんですよね。あまりにもすごいものを食べることによって、それをね、もう一回食べたいっていう禁断症状が起きやすいので、だから、欠けた状態ですね。禁断症状、欠けた状態になるので、それを満たすためにお店に行きたいと思ってしまう。でも、ラーメン屋さんで考えた場合に、本当に美味しいラーメンとかっていうのは、別にこういう熱いとか辛いとかじゃなくて、本当にシンプルで美味しいラーメンの方が絶対に、いいはずなのに、そういう方が実はリピートしないわけですよね。見た目的に地味だったりとか、ただ美味しいっていうものよりは、こういう禁断症状がある方がリピートしてしまう。これが今の世の中じゃないかなっていう気もするんですよね。なので、決して美味しいから、決して安いからリピートするんではないという一つのいい例として、このラーメン屋さんの例っていうのもあるんじゃないかなと思います。はい、今日はですね、リピートする仕組みの中の欠陥型、どうやったら禁断症状が出るかみたいな仕組みで考えてみると面白いかなと思います。リピートコンサルタント、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。